止まれ！やめるか！いやでもあのロッスにいつか勝てるようなコースを作っていきたいね。ということでどうもピオキングです。今日もドロールコースの一発マリオやっていきますか。で今日のドロールコース、ウェルカムトゥフランスバージョン5ということで、フランスへようこそということですね。僕のチャンネルって成人されてる方結構いるから、もしかしたらフランスに行ったことのある方いるんじゃないかな。いや僕も一回ぐらいフランスに行ってみたいからさ、誰か僕と一緒に行ってパリピの仲間入りしない？つまんねえ。今日もつまんなさがさえ渡ってるね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.19%。 で最近新しいゲームを2つ買ったんだけど、もしかしたら実況していくかもしんない。マリオメーカー2じゃなくても見ててくれると嬉しいです。でこのコーストロールって書いてなかったんだけど、まあ多分トロールだと思う。コースの雰囲気がね、詳しくを見るを見てみたら多分そんな感じだったから。いや綺麗なフランス綺麗なフランスってなんだ。ここ普通に上行っていいのかな。開幕フランス、トロールコースだ、間違いない。開幕からこんな閉じ込み方をしてくるっていうのはトロールコースで間違いないと思う。一旦ここで昇降して上に行けっていうことかまたこういう感じ。え今日このパターン多い感じかな。誰か助けてー。持たないこの調子だったら、オープニング含めたら僕3絶叫ぐらいしてるよ。マジで僕絶叫なしで行きたいと思ってるのよ。一旦ここもスピンチアップしてみる。あ変わんないの。あっ魚じゃあまず最初に左側で1、そして右側で2で、3回目はないってことだったからこのまますぐ上に行こうか。いやゆっくり行こう。トロールコースっていうのはゆっくり行くことが大事なんだ。左側のオープンブロック怪しいな。一旦踏んでみるか。何かあるんじゃないのか。カブトムシ触れる人いる？カブトムシ触れる人いるってなんだ。ほとんどの方が触れるんじゃないかな。でも僕触れない人間なんだよね。ちょっと汚いこと言うかもしれないけど、 G に似てるじゃん。っていうかここピンコインコースなんだ、今気づいたよ。じゃあ左のドアから入っていこうか。そしてツタに捕まる。で右にはフラワー、左、あ右のフラワー取っていいんじゃない。でもドクロリートが移動するから常に右にダッシュ。これ右にダッシュしたらまんまみーや。いやうまいな。あのキノコの裏にツタを隠してんだな。じゃあここは一旦ツタに捕まる。そしてこのフラワー通って先に進めっていう感じだね。当たってもよかったな。いやでも当たるの不可避だよな。そしてここは下に行っていいのかい。50コインたまりやし、信用してみるか。いつも信用してるけど頼む。50コイン50コイン。もう僕のチャンネルってさ、50コイン信用しないで進めねえじゃないかな。50コインの正解率マジで低いからね。じゃあこのまま綱に登っていきますか。いけませんね。じゃあどうする。右側のフラワー通らなくていいってこと。でもさオンオフが今赤状態じゃん。だから先に進めないから右に行ったらオンオフが変わるみたいな、そんな感じなんかな。いや変わんないな。じゃあこのまま、あこの針に当たればいいってことかな。あーなるほどね。そしてこのまま先に進みますか。生えてくるなキノコ様。警戒しろピオキング、あのキノコ様をちゃんと警戒するんだ。そうしてこのまま右に行く。このキノコさは取らなくちゃいけないんじゃないのか。多分これはアイテムじゃないと思う。オッケーオッケー、このキノコ取ることで合ってたね。でここにブラパがいるんだけど、このパウナイスうますぎ。今のはマジで感動したわ。これはマジで天才だな。パウの裏にシーソーが隠してるとか、こんなん初めて見たんじゃないかな。じゃあ一旦左に避けておこうか。そしてあのブラパッコのパウを持って倒せっていうことでしょう。皆さん今日の晩御飯は何ですか。知らねえよ、そんなどうでもいいこと聞くな。お前が晩飯にされてんだよブラパの。じゃあここはどうすればいいんだろう。ジャンプ、あなんか上見えるよ、あの上のところに。あーなるほど、パンブロックがあったっていうことで、それでここ絶対に砲台落ちるよ。ゆっくり行こうか。ゆっくりって右側にオンオフブロックがあるんだけど、あのオンオフを押せっていうことだね。じゃあ押して右か左か。左押しっぱ、左押しっぱで合ってたのかなこれは。ねえのび太くん、これきっと合ってたんじゃないのか。タイミングよくジャンプだ。変わらんよ。ここ左押しっぱで合ってたんかな。右押しっぱしてみる。じゃあ一旦右押しっぱ、あ左って書いてるわここなるほどね
じゃあ一旦ここに立っておくか。おお、すげえブルフルマシンじゃねえか。マリオ、これで出てきたお腹も痩せれるね。てかさ、寂しいことにこのコース全然音楽がないのよ。せっかくスーパーマリオワールドのスキンで神曲が多いのにさ、もうちょっと僕乗らせてくれよ。せめて音楽だけは楽しい気持ちでさせてくれって。こんなピースイッチモードじゃなくてさ、でここさっき変わんなかったんだけど、次は変わるのかどうなんだ。すごく謎ですね、このコース。なぜ今は変わったんでしょうか。ここジャンプしたらいけないみたいな感じ。ジャンプしてしまうとピースイッチが発動するみたいな。じゃあさ、ここはジャンプしていいの？ちょ、頼むよ。オッケーオッケー。え、これでビンコイン回収できたけど、これ一ステージ目終わり？あ、なんか終わりっぽいよ。中間ポイントは？ナイス！最後に右のドアの方に行けっていう感じだね。そしてスタート位置に戻ってきた感じか。さあ次は右の方行こうか。土管最後にしよう。あ、これ今日結構短いんじゃない？何もしない、しゃがんでっていい。いや絶対違うと僕は当たっていきたいと思います。頼む、それは予想外だよ。やべえ、今日全然想定外なことが起きまくるね。そうそうで斜め左上ぐらい行ってる。いや斜め右上だろそこ。左上ってなんだ左上って。じゃあここボムちゃん踏んでいいのかい。素直に、いやスピンジャンプで踏むか。スピンジャンプ、それやめて。ペレペペレペペ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 。うわうわうわ。楽しませてくれるな。じゃあ一旦右に行って、すぐこのボム兵を持てと。じゃあどうすればいいんだ。僕はまだ分かってないのさ。じゃあここは一旦ボム兵が爆発するの待っておく。そして一旦左に行ってみるか。なんかブームが2体落ちてきたけど。なるほどね、このボム兵を取れってことか。こんなの簡単じゃないか。分かっちまえば全てこっちのもんなのさ。じゃあボム兵が爆発して一旦右に行って、この場所でボム兵をキャッチする。そしてこの場所に落としておけばいいのさ。やめろ。騒がしいな、いつもいつも。こんなんじゃ見る人減っちゃうよ。じゃあここでボム兵をキャッチして、ちゃんと取れ。ここ上と下どっちだ。どっちでもいいのかな。まあどっちでも右側に進めそうなんだけど、一旦下の方に投げてみる。そしたらバネが出てきて、あ、上の方壊してくれたね。そしてこのバネいるのかな。いや絶対いらないと思う。この近くの方が怪しすぎる。今日は叩かないでおこう。でピンコインがあるけど、上にツタがあるのが見えんだよな。ちょっとだけ捕まっ、つかっちまったよ、罠という沼に。もういいよ、何もしてこなくて。じゃあピンコインを取った瞬間すぐ左に逃げてみようか。そしたら、なんだよジャナップ、僕があなたを倒せないと思っているのか。そしてここでピンコインが無事ゲットできたから、もう次の場面に進めるんじゃない。オッケー、ナイスナイス。で次の本当に最後なんかな。これまた全部最初からやり直しっていうパターンがないことを期待してるぜ。さあ最後の土管入っていきますか。次はどんな感じなんだろう。多分この土管が一番難しいような気がするんだよな。石橋、慣れましてくれな、絶対に。いや、ここさ、あっあじゃねえんだよ。え、これスピンジャンプで行っていいの？石橋！いや、分かってたんだよ。あそこに隠しブロックがあって石橋を食い止めなきゃいけないんだろうなって。だからここ、早くジャンプして石橋を食い止める。あやるじゃん。それは全然想定してなかった。やっぱ想定外のことばっかり起こるね。じゃあここはスピンジャンプして降りれってことか。ん？何が起きた？全然わかんねえ。何が起きたんだろう。あ、い、塩やじ。もう喋るな、ピオキング。お前は喋らない方がいい実況者になれるよ。喋らない方がいい実況者ってなんだ。喋るから実況者なんだよ。じゃあここは絶対隠しブロックあると思う。あ、ハネマントで、ありがとう。そんくらい全然僕読んでなかったよ。そしてこのブロック怪しい。一旦何もしないでこのまま右に行ってみようか。いや全然いいよ。熱熱熱。まあまあ当たってもここでキノコもらえるもんね。でここでピンコイン取っていいのかな。一旦右行ってみる。いやありがてありがて。ここは叩いてた。あーなるほどね、隠しブロックが出てて。あ、隠しブロックが出てもさ、別にピンコイン取れなかったわけじゃないよな。だからここで一旦オンするでしょ。で当たって、いや当たらないでも大丈夫。ここでブラックバックを倒す。そしてすぐ右抜く。何笑ってんだ。あー、ここで隠しブロック叩いてたらパワーブロックが取れなかったってことか。だからここで隠しブロックが足らないでピンコインを取っていく。
で、ここでパワー発動したらこの辺にフラワーが落ちてきたよな。オッケーオッケーオッケー。そしてこの石エッジをこうやってスピンで越えようか。スピンスピンスピン、ナイス。そしてこのまんまゴールへと導いてくれ。終わりなんじゃないこれで。よしよしよし。さあ本当に終わりなの？頼むよ、もう一回やり直しとかそういうのはやめてくれよな。キーですみたいな、たまにあるんだよな、キーですみたいな。早く買ってピースイッチ。さあここでピンコインを取ってゴールがあるんでしょうか。頼む、ゴールであってくれ。いや、何これ、まだ続いてるってこと？もう僕ゴールの気持ち満々だったんだけど、え、こっからやられたらさ、またピンコイン取り直しなんじゃないの？やめろー。どっち、右に来ない、どかしてね。もうこっからやられる要素実はないですよみたいな。上行ってみる。上行けないか。頼む、フラワー取って。ブブー言われましたけど大丈夫ですかね。ここは当たれってことかな。当たらないと先に進めたいみたいな。え、これもう、あー、いけるいける、よかった。この中にゴール隠してるみたいだ。違うのか、もう。頼むって、絶対あん中ゴールがあると思ったな。じゃあどっか入ってってみようか。まあもうそろそろゴールがあると思うんですけど。なるほどね、ここは一体何もしない。僕チビになっていこうか。チビになって、この上の果てな、あ、叩けないね、バーがあるから。いや、マジで待ち遠しい。相当じらすね。ナイス。おなんでそういうことすんの。いや、今ナイスって僕言ってしまったよ。分かってるんだって、そこで左押しパワー。今のさ、扉出てきたところ左押しパワーすればゴールできたってことでしょ。で、ここはキーです。やっぱキーですじゃねえか、ふざけんなよ。ここで死にたいけ。え、マジで。いや、いや、全然全然、これ結構簡単なんじゃない。このキノコを取ってダッシュジャンプすれば。いや、ちょっとこれきちいな。全然進まない。ちょっと待ってね、ちょっとスタートさせて、こっからマジで持ち方変えて連打してってみる。よし来たね、こっからガチモード、こっからガチで連打しててくれ。なんでやらせてくんだよ。え、ここ左に戻れってことじゃん。あ、このブラパに潰されろってことか。まあまあこれでもうすぐゴールできそうだね。で、鍵が手に入れれるかどうかなんだけど。やった、ナイス。優しいところあるじゃねえか、制作者さんよ。じゃあこっからゴールまで進んでいこうか。先の違うやか。え、待って待って、こっからまた罠を全部回避していけみたいな。いろいろ変わってるからさ。いや、マジでそれだったらめっちゃきちいんだけど。頼む、50コイン、あなたは何もしないよね。お願いします。上等じゃねえか。それでこれ僕思ったんだけどさ、もう一回最初からやり直してさっきのゴールポールのところまで行ってさ、左を進化すればゴールできるんじゃないかなっていう最低なことを考えてますね今。あ、なんかファイヤー降ってきたよ。なるほど、これで先に進めない。石おやじとマリーのバックドロップ。石おやじとマリーのバックドロップはマジで意味わかんない。日本語としてもおかしいし、もしも石おやじをバックドロップしてもマリーの腰が折れるだけさ。で、ここさ、絶対地位になっていかなくちゃ僕いけないと思うんだよな。もう全部信用しない方がいい。さっきと全部裏の方向取っていこうか。あ、待って、いや、いけるはず、いけるいけるまだ無敵状態のままいけるはずさ。そしてここでファイヤーを取って先に進むっていうことなんじゃないんですかね。さあ行きますか、早く。あ、あ、あ、やっちまった。なんで今コンボの左行ったんだろうな。じゃあここは普通に下に降りていく。コンボ下に降りてくるのか、降りてこない感じだな。じゃあここはピンスイッチが切れる前に早く土管に入っていこう。素晴らしい。さあ次はここは右押しっぱ。あ、右押しっぱしてもあそこには渡れないか。え、メット持ってこいって書いてない。え、メットとかどこにもなかったやんね。右に行けば多分あると思うんだけど、絶対なんか来るよ。石足が急にさーって来るみたいな。来るな、何も来るなよ。ベッドが見えんな。 あのベッドを取れっていうことで、あの宝みたいな感じしなくてもさ。じゃあこのベッドかぶっていこうか。って言いたいのはこっちなんだよ。なあ、どうしてくれんのよ。これどうやってやられればいいのよ。あ、ベッドいらなかったんだ。じゃあこのまま上に行こうか。たまー
これ取ることできる？一旦ダッシュボタン押さないで踏んでみる。あーダメか。じゃあ取らないことは必須なんだよきっと。多分いらないと思う。だからこのメットじゃねえ、この玉さえ避けていこう。一旦左に行こうか。そしてこの左のツタに登って上に行ってもなんもないってことはこの土管に入っていく。さあもうゴール近い。左は失敗、左は失敗。なーにー頼むってもうこんなにさ僕をいじめないでもいいじゃんけ。え、何この制作者。最後にはゴールさせてくれるんじゃないの。フランスのことが嫌いになりそうだよこれで僕は。また最初に戻すってか。え、上等じゃん、上等、上等。え、今度何、ドントホールド、ドントホールド左でしょ。まあそれは分かってるんだけど、今左を失敗したらさここに戻されたじゃんね。え、じゃあどうすればいいのよ。キーです。はいはいはい、分かりました。またこのアンチですか、この場所。あー今度はテレサがいるから簡単にやられるっていう感じだね。それでもう一回罠が変わってるとかないよな、頼む。オッケーオッケーオッケー、さっきと一緒っぽいね。じゃあさっきのゴールの場所まで戻ろうか。間違えたー。この土管に入ればゴールができると思うんだけど、今度左を失敗しないでみるよ。何もしない、いや一旦ジャンプしようか。すぐジャンプする。いやこれでゴールできるんじゃね。やったマジで気づかった。音楽もないさし痛い球のところしか、それ以外は大体ババーンってかビビーンみたいな。そんなばっかりだったからさ頭苦しそうになったわ。いやでも無事ゴールできたよかったわ。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオナンバー205ということで、いやこれはサムネからしてすごい難しそうなコースだね。パウブロックを階段上に設置してるんだけど、あのパウブロックって全部落ちるじゃん。だからパウブロックが落ちるより早く先に進めっていうコースなんじゃない。いや結構一発マリオやってきてるけどこんなの初めて見たね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.48%。 ただ難しさの鍵となるのがやっぱゴール条件なんだよな。一回地面から離れたら着地しないでゴール。もうやめていいっすか。いやわけわからんやろ。あ、パウブロック跳ねるんだね。なるほどね。じゃあこのパウブロックを渡れんっていうことかな。それさえわかればもう簡単なんじゃない。だからこのパウブロックに乗ってゆっくり歩いていこうか。いや遅いね、走っていかなきゃいけないのかな。ちょっと走ってみていい。スターを手に入れる。パウブロック R タイミングで走ってみる。おほほほほ、だっけ。今の見た。マリオの足がやばくなかった。あーなるほど、こうやって渡っていけばいいのか。でタイミングよくジャンプ。いやジャンプができんばい。なんか今ジャンプができなかったんだよね。ちょっともう一回挑戦してっていいかな。だから先端でタイミングよくジャンプ。あっちー。いや面白い、これめちゃめちゃ面白いね。よく考えたなこれ。あのタタタタタやつ何回見てもマジで笑える。多分ね、あのタタタタタタってなってる状態じゃ多分ジャンプできないんだよ。あータイミング悪いとこうやってやられることもあんのね。じゃああのタタタタタタタってなってる時にさジャンプ連打してみ。ここでジャンプ連打。いや絶対無理。ジャンプ連打しまくってるけどジャンプできないんだよね。確か最初タタタタタってならない時あったよね。その状態でジャンプしてみようか。あ、この状態だったらできるけど、このタタ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 タもう噛みそう、もう噛んでるんだけど。じゃあ最後タタタタタってならないようにスピード調整してみようか。ここで左左、これでいいんじゃない。そしてここでクルン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 。ゴールは、ゴールどこ。あそこだったよ。マグマの中に隠されてんのか。ってことはギリギリまでジャンプしなくちゃいけないと思います。いやもうわかったよ。いやほんと面白いこのコース、よくこんなの作れるな。マジで頭の中身覗かせてほしいぐらいだね。じゃあここ先端でジャンプからくるくるくるゴール届け。いやむずっけ、最後のちょっとした距離がマジで届かん。ていうかこれ一回も地面から離れてない判定になってんのね。面白いマジで。あ間違えた。プレ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 。もうほんとガチで集中してっていいかな。マジでちょっと無言になるわ。あっつ、これさ走ってる間気がついたわ。パウの位置もすごい大事になってくるんじゃない。だからこのパウの位置が一番高いところで大ジャンプするみたいな。なしやったー。いやよく見切った
自分を褒めてやりたいね。今回も素晴らしい一発マリオ、どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。